さん、命の賞味期限ねあの、自分の賞味期限だけじゃなくってこの人に何かしてあげたいっていうふうな前もお話ししましたけども私が両親にねなんかこう恩返しっていうか親孝行の真似事しようと思っても美味しいもの食べに行こうよっつってもね「いやもうそんな食べらんないよ」って「もうそんな若くないんだからさちょっとでいいんだよ」みたいになったりね「うん、なんか、観光旅行行ってみようよ一緒に」って言ってもねもそんなにね歩けないから。 まあいいよ。もう今日は休もう、うん。午後から出かけよう。温泉入って使ったビールでも飲んだ方がいいよ。みたいな。こんな感じになっちゃうんですよね。だからね、まあこれは無理を承知で思うんですけども、今私がね、まあ親孝行したいなと思う両親の50代ぐらいの姿に出会えたなら、同じ同年代として出会えたならね、もっともっとなんか親子っていうよりもね、友人のように 腹を割ってかかり合えたんんじゃないかないと思うんですよまあ実はねそういった妄想をドラマにしたのが「流星ワゴン」っていう香川照之さんが出てるねドラマだったんですけどこれ私すごい好きでね見てたんですけどもオーディションまで受けたんですよそしたらうちの両親もそれ好きでずっと見てたらしくってねちょっとシンクロだなと思うわけなんですけども「流星ワゴン」っていうドラマですでやっぱり物事には全て締め切りがあってしかもそれは。 いいつ味期ななるかか全く分かん,ないんですよね。何の前触れもなくいきなりそれは訪れると思うんですよ。でそういう待ったなしの状況で明日にしようとと。かかかね、なかななか行動でできないんですとそうなってくるとそういう人生を受け入れなくちゃしょうがなくなってきますよね。だから変わりたいけども変わるための行動を起こさないっていことだと本当にねもどかしい気持ちがどんどん肥大するばかりでそのうち本当に手遅れになってしまうと。 やっぱりね、60代や70代で億万長者になってもできることって限られてくるんですよ逆に10代や20代で巨万の富を手に入れてもできることって限られてきますよねだから油の乗った年代って本当に限られていて30代とか40代とか50代の前半とかそのぐらいで終わるんじゃないかなと思うんですよねだから私たちが勝負できる土俵ってのは実はほんのすごくね人生80年っていってもいや賞味その3分の1ぐらいの期間しかないんじゃないかなと思うんですよね 頑張らないとね優勢、うん、ワゴンですいってらっしゃい